皆様こんにちは、田中涼子です。はい、前回ですね、お知らせしました、8月8日のイベントアッホーイ夏の祭典も無事にね終わりました。もう30日になっちゃったんですけども、本当に私の中では結構難関だったねイベントがね、無事に終わってほっとしすぎてちょっと時間が経っちゃったんですけれども、見てくださった方はありがとうございます。もしねアホパワーがね足りなくなったなと思った時に補給していただけたらなと思います。でまだもしね見てないよっていう方はね、ぜひねお子様から、お年寄りまでこう皆さんにね楽しんでいただける内容となっておりますので、ね、歌あり、クッキングあり、ヨガあり、メイクアップありで、セルフケアとかね、あと絵本の読み聞かせなどもねありますので、皆さんね半身浴のお供なんかにねしていただけたらなと思います。それで、またですね、私、前回もね、8月8日になんか、イベントをやりなさい、みたいな感じで、こう、まず日にちがバーってやってきて、それから、こう、皆さんが集まってきてくれて、だんだんなんか物事が整っていくみたいなね、なんかそういう感じで、いつもね、すごい、イベントなんかはね、作られていくんですけども、今回はですね、また別のね、直感でピーンっていうのが私の中にやってきまして、で、次はですね、10月4日にっていうなんか天使の日と私はね、勝手に思ってるんですけど、天使の日にね、こう始めなさいっていうね、ものが、こう降りてきたんですよ。で次はね、何をするかっていうと、 Facebook 配信をね私の中ですごい練習したんですね。でこうせっかくできるようになったんで、それをね何使ってっていうかね、何涼子の部屋みたいな、なんか私がナビゲーターになりまして、こう素敵なゲストの方をお招きしたりとかして、なんかズームでこう対談みたいなものを Facebook ライブ配信できたらいいなっていう、なんかちょっとミニ番組みたいなのをね、なんかできたらいいななんていうのが降りてきましてですね。で10月4日に始めなさいみたいな感じなんで、もうちょっと実現できるのかちょっとね、まだこう全然もう霧の中の状態で本当にどうなるかはわからないんですけど、とりあえずちょっとトークをね練習しないと、こう皆さんをねこう上手にご紹介できないと思うので、こう YouTube の見てくださってる皆さんにちょっと応援していただきながら、こうこんな風なのがいいんじゃないみたいなのがあったらね、 お寄せいただいたら私もちょっと取り入れながらやって、みんなでこう番組作りじゃないけどできたらいいなと思うので、コメントなんかねお寄せいただけたらとても励みになりますので、よろしくお願いいたします。でどんな風にするかとかは全然まだね、もう闇っていうか霧の中状態で真っ白きっけの状態なんですけども、とりあえずね私がね喋るのがね上手になったり、こう聞き出し上手になりたいななんて思っているので、ちょっととにかくね、そのイベントも思ったんですけど、やっぱ練習練習また練習で、練習の間にすごいなんかね予期せぬハプニングみたいなことがいろいろ起こったりしまして、でそれをね改善をしたりとかして、こう作り上げたっていうね感じなのでね、今回もちょっとその10月4日に向けてどうなるかは全然わかりませんけれども、また練習していきたいと思いますので、皆さん温かい目で見ていただけたらと思います。で、はい、今日のメッセージはですね、そう、私も私らしさもちょっとね取り入れたいなと思うので、ちょっとオラクルカードを引いて、でその中でピーンときたこととかをなんかお話しするっていうのも楽しいかななんて思っていますね。ちょっと
自分でもなんかどうなるのか楽しみなんですよね。はい、では今日はですね、デイリーガイダンスオラクルカードを引かせていただきます。では引かせていただきます。はい、こちらが出ました。パーフェクトタイミングです。では読ませていただきます。完璧なタイミング、インスピレーションに従って行動するために、今ほど完璧なタイミングはありません。今がチャンスです。いくつもの扉が大きく開かれています。私たちと一緒に前へ進みましょう。ためらったり先延ばしにしたりするのは禁物です。木は完全に熟しました。成功は約束されています。すべてのことが、そしてすべての人があなたの味方となってくれるでしょう。素晴らしい結果があなたを待っています。なんかすごい応援を感じますよね。で、もし皆さんもね、これを見てくださってる方、何かこれやりたいなっていうインスピレーションがもしね、頭の中にあったらとしたら、多分まだね、準備できてないんだけどって思ったとしても、今がね、行動するのは今ですよ、スタートしてくださいっていうね、合図だと思いますので、一緒にね、ちょっと何かピンときたことがありましたら、もうほら、私も全然まだね、準備は整ってないんですね。でこれからそのまず目標をね、設定します。それでこう、それからこうだんだんね、準備が整っていくので、それをね、一緒に皆さんでね、体験できたらいいなと思います。はい、では何かね、これやりたいなと思ってたけどまだ踏み出してない皆さん、一緒に、私と一緒に一歩を踏み出しませんか。はい、というわけで今日はのメッセージはこれでおしまいになります。はい、では今日も見てくださってありがとうございました。では次の配信もよろしくお願いいたします。さようなら、ありがとうございます。